神戸は22日、元ドイツ代表 FW ルーカス・ポドルスキ32が日本政府観光局 JNTO のドイツ向け訪日旅行プロモーションに起用されることが決まったと発表した。2018年1月以降に、ポドルスキを起用した動画広告、オンライン検証キャンペーンなどが展開される予定。JNTO は、サッカー大国であるドイツに対し、今まで訪日旅行に関心がなかった層が日本に目を向けるきっかけを作り、さらなる訪日ドイツ人数の増加を狙うため、日本に縁があり、現地での知名度が高いポドルスキが起用されることになった。ドイツからの訪日客数は2016年に過去最高の18万3288人を記録。2017年は11月時点での累計が18万4100人と昨年の都市計を上回り、引き続き堅調な伸びを示している。一方で JNTO の調査では、訪日に興味があると回答した一般消費者は 39.3%。日本が好き、どちらかといえば好きという回答は合わせて 50% と、英国、フランス、イタリア、スペインなどと比較し、いずれも低い数字になっているという。